になっている新大久保や大阪鶴橋で行われている海外新生たちのどの船はこのように目に光るのかというのではないでしょう。海外新生は今お互いに向けて私たちは差別撤廃東京大行進です。日本は人差別撤廃という手元に入れましたが、その方、ある方は参加交渉を参加してください。その方の方、こちらの方は参加交渉を参加してください。ご協力の皆さん、沿道の皆さん、ドライバーの皆さん、ご協力ありがとうございます。私たちは差別撤廃東京大行進です。日本は人差別撤廃条約に加盟していますが、本条約に関係するような差別はないとして、まだ条約の履行をしておりません。そこで、私たちは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 、私たドライバーの皆さん、沿道の皆さん、ご協力ありがとうございます。私たちは差別撤廃東京大行進です。昨今話題になっている新大久保や大阪鶴橋で行われている海外審査たちのデモの船がとても日本に差別がないとは言えないでしょう。海外審査たちは来日コミュニだけではなく、他の国からやってきた人々もターゲットにした卑劣な差別を続けております。さらには同性愛者、トランスセクシャル、性愛者、差別ブラック出身者、女性などに対する差別は解消されないままです。私たちは日本政府に対して人種差別撤廃条約の誠実な履行を求めております。ここには男も女もいます。同性愛者もトランスセクシャルもいます。障害者も病気を持つ人もいます。対日コリアとインド人もブラジル人もいます。社会は自分と同じ欲求を持つ人だけでは全然しません。私たちは常にこうして様々な人たちと共に生きています。当たり前のことです。皆さんも代表者に参加してください。